Bonjour このビデオでフランス語のアルファベットの聞き取りをさせたいと思いますすでにフランス語のアルファベットを勉強しました僕のビデオを見てまたは自分で独学勉強したと思います今回はそれを使って聞き取りをさせたいと思います例えば今例を言いますね UN を変えてみてください UN UN はフランス語で「ん」と言いますけれども「un」1の「ん」となりますとっても大事な単語ですこれからたくさんの単語をこういうふうに文字を言って書いていただきたいと思いますもちろんそれが効果的なあの方法とはやっぱり書かないといけないですねできればペンと紙を使って書いてみてください3つに分けたいまずは簡単で短い単語です次は簡単でまあ4つ 4つ5つぐらいの文字を使っている単語で最後は国の名前をあの言いたいと思います、まあ、簡単なディクテだと思いますこのビデオではフランス語の特別なあの文字「e の accent aiguë」アクンテグ「e accent grave」などはないですアルファベットのみ英語のアルファベット全く同じアルファベットしかないけれどももちろんフランス語の発音で言います中級の方でも難しく感じるかもしれないので 入門の方は驚かないでください。何度もやればわかると思います。はい、それでは始めたいと思います。2回言いますね。おうい。もう1回言います。おうい。答え見せます。うい。次いきますね。えんおうん。えんおん。 Non. M-E-R-C-I. M-E-R-C-I. Merci. B-O-N-J-O-U-R. B-O-N-J-O-U-R. Bonjour. 意外とと簡単ではないと思い思ます難しかったらもう一回やってみてくださいちなみにこの聞き取りだけで非常に耳の勉強にはなると思っています次いきますね次はもう少し長い単語かなそんなに長くないから長くないので心配はしないでください h o m m ん h o m m し

une femme m'a à José de Valimassène. C'est ce qui m'a acheté. E-N-F-A-N-T. 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 Enfant. C-H-I-E-N. C-H-I-E-N. シャ。ちなみに、これを聞いたときに、やっぱり、シャの手は発音しませんね。最後の手はフランス語では言わない。そして、「オンフォンのビボイン」があります。エんが一つの音の「ンとなります。 こういうことを他のビデオで紹介してますので読み方の勉強をしたいのであればぜひ登録してあの僕のウェブページを見てください次は国の名前ですねいきましょう大文字で書いてみてくださいね f r a n c e f r a n c e フランス

L-I-E イタリエースペ・ア、e ・ジ・エン・エ、e、もう少し長いですねエースペ・ア、e ・ジ・エン・エウ、e、意外と難しいかなスパイニスペインのことスペインはフランス語ではエスペインと言います C-H-I これが最後の単語ですね。ぜひ書いてみてください。C H e N U、簡単ですね。シン中国の心となります。どうですかねこのレッスンは簡単か難しか教えてもらいたいと思います。今使っているのは24文字ですね。 ってことはフランス語の全ての発音ではないです。もっとあります。そして変わった文字は紹介使っていないので、まだ聞き取りやすい簡単だと思います。フランス語には他の発音がありまして、「オンフォン」とかですね、e「U と「n」合わせて、フランス語のアルファベットで、やっぱり複数の文字合わせて、一つの発音の単語もたくさんあります。 まずアルファベットの発音を完璧に覚えた方がいいと思います。自分でなんとなく言うではなくて聞き取れるかどうかということですね。聞き取れたら自分が言える。聞き取れないのであれば自分が言えないです。自分自ら言うことができない。でそれが正しくない発音であれば相手に通じない可能性が高いと思います。次のビデオはもう少し難しいです。 フランス語にしかアルフファベ、フランス語にしかない文字を使って同じディクテをしたいと思います。コメントのところで一番難しい単語を書いてください。それも勉強の一つになります。そしてやっぱり自分にはこの発音が聞き,聞きづらい、どの発音が聞きづらいかということを書くことによって自分が自覚してこれから気をつけることができると思います。 私はフランス語です。札幌市またはネットでフランス語を教えています。あとフランス語も勉強しているけど教えています。まあ、これでこのビデオが終わります。このビデオが役に立った場合は、LIKE をお願いします。そしてコメント書くとやっぱり嬉しいです。何でもいいけれども、あの、そうですね、このビデオを見たよということを書くとやっぱり嬉しいと思います。もっと練習したいのであれば、あの登録をして、 特特別な登録がありまして、それでは over。オーバー